今この橋渡ってきたんですけど、こういう橋をね、なんだっけ、島と島の間を渡るときにちょっと上りがあるんだけど、この僕の自転車ご存知の通りアシストついてるんで全然楽勝です。だからね、一緒に走ってる友達が、これがアシストなんですけどね、ついてこれないからさ、ここで待ってるしかないよね。一人ぼっちになったらさ、かわいそうだし。このみかんジュースやっぱ美味しいですよ。これね、でも夏は取れなくて冬取れるんで、秋かそこに絞って凍らせて置いておくらしいですね。今言ってた。ちょっとこっち行ってみたいと思います。なぜかね、ここの道路が緑色で、今緑色の道路走ってるんですけど、こんな感じで順調に走ってて、そろそろ台風が近づいてきてるんで、空が暗いなって感じたけど、まあ多少雨降ったってね、全然関係ないんだけどね。また全然友達が遅れちゃって、待って、一人で走ってます。しょうがないよね。結構この橋と橋の間の橋が長いんだけど、結構高いねこれね。飛び降りるとね、助かんない。でもね、助かった人もいるらしいんですよ。でも足の骨とかね、ちょっと粉砕骨折って砕けちゃうみたいだけど、だけどなかなか厳しい。でもこれだったら死なないかもね。飛び込んでも。なんで、まあそこまでは高くないですけど、でも、すごい風光明媚でね、海だけど、湖みたいで、ほんと素敵なとこですね。まあこうやってね、ゆっくりやれば、それなりに楽しめるっていうか、そんなにレースじゃないんでね。おぉ、ここが一番長い橋らしいんで、最後の分道。ねえ、おぉ、すごい。ちょっと待ってね、渦巻いてるよ、海が。多分この橋で一番高いのがこの辺だと思うんですけど、さすがにね、ここで飛び込んだらね、潮の流れが速いから、さっき船も流されながらまっすぐ進んでたら斜めに進んでったんだけど、結構高いね、ここはやっぱり。なんでここは簡単に乗り越えるから、やばいよこれ、降りたらそこでストーンと落ちちゃうもんね。なんで非常に危ないと思うんだけど、いずれにしてもすごい橋だよねこれ。ちょっとこっちから誰もいないです。いるのは私のこの自転車と、やばい、私だけって。というわけで、まあしまなみ海道終わったんで、やっとまとめなんですけど、なんだっけ、外房、そうそう、東京からね、御宿までと、小田原全部100キロぐらいの、まあこれをやるためにちょっとトレーニングしたんだけど、別に僕これが趣味じゃないので、これで終わりになると思うんだけど、皆さんもぜひ機会があったらね、これはね、価値あると思う。安全だから、車と一緒に走るのは慣れないちょっと怖いんですけど、これはね、こうやって自転車だけで、今誰もいないでしょ、ほら、こんな感じでね、誰もいないんで、非常に安全で自分のペースで走れるんで、日本のこういういいところがあるってことをね、理解したら、これ負けてないでしょ、そのいわゆるほら、地中海とか、瀬戸内海って言うんだけど、みかんとかもね、レモンも取れるし、さっきみかんジュースもだけど美味しかったし、なんでね、こういういい国だっていうことを理解するのに、一度はやってみる価値があるかなと思います。ありがとうございます。